はようございます。カズヤのマブです。今日もよろしくお願いします。さて、今日はコインの裏と表の話をしてみたいと思います。まあ、コインには裏と表があるんですけれども、まあ分かりやすく、表が出たらいいことが起こる、裏が出たら悪いことが起こるとすると、こうポンってコインを投げて、どっちが出るかこうワクワクしながら見るみたいなゲームをすると分かりやすいかもしれないんですけども、物事っていうか出来事に関しても一緒だと思うんですよね。こう例えば転んで怪我をするっていうのに関しても、やっぱり裏と表があるように、いい面と悪い面がありますよね。こう悪い面はやっぱり怪我したので痛いとか、治療しなければいけないみたいな形で、良い面っていうのは転ばないように今度から気をつけようという成長につながったりだとか、治療してくれる人がいるっていうので、こう感謝の気持ちが出てきたりだとか、やっぱりこういい面と悪い面っていうのがあると思うんですよね。じゃあコインの表側をあ裏をなくそうと思ってこうコインを半分に切ってしまったところで、裏と表はずっと残りますよね。で、薄くスライスしていっても、どんなに薄くスライスしたところで裏と表っていうのが残ります。で、よし削って裏がなくなったっていう時には表もなくなってしまうわけですから、コイン自体がなくなっちゃいますよね。で、それと一緒で、物事の悪い面ばかりを見ようとか、いい面ばかりを見ようと思うと、結局何もできない状態になってしまうんですよね。なので、物事が何か起こるっていうことに関しては、いい面と悪い面両方あると思うんですね。なので、そのどちらを見るのかではなくて、両方見た方が僕は楽しいのかなと思ってるんですよね。なので、悪い面から何か学ばなければいけないですし、いい面から何か学ばなければいけないですし、両方から学ぶことができるんですよね。ただ、どちらか片一方だけだとバランスが悪くなってしまうので、こう例えば、そうですね、こう恋愛の相談をするときに、こう恋愛が全てうまくいってる人に相談したところで、いやそんなの告ればうまくいくやんみたいな話になりますよね。でも失恋も経験してる人に相談乗ってもらうと、やっぱり親身になって相談してくれますよね。で、失恋してる人っていうのは当然辛い経験をしているわけですから、辛い経験をしている人っていうのは多くの場合優しくなっていることが多いと思うんですよね。なので、優しい人間になろうと思ったら、やっぱりこう辛い経験をするっていうのは必須条件だと思うんですよね。なので、そう考えるとこう物事にはいい面と悪い面両方あるんですけれども、まあどちらか片一方だけを見ようとするのではなくて、両方を見ることによって人生が楽しめるっていうのはあると思います。で、どちらか片一方だけ見ようと思って、こう悪い面を消そうとすると、結局いい面も消えてしまいますから、結局何も経験できないみたいな形で、で人間には想像力っていうのを持っているので、結局想像っていうのは起こりもしないことをずっとこう何余地ではないですけれども、自分の中でイメージする力ですよね。なのでそれも結局こう悪い方ばかり考えていると、悪い想像ばかり、してしまうっていう状態になってしまうので、やっぱりそれもこう生きていて苦しくなってしまいますよね。なのでそう考えると、こう想像力に関してもやっぱりいい想像と悪い想像っていうのを両方しておいた方がいいのかなという気がします。なのでやっぱり世の中はバランスだと思うので、こう足してゼロが僕は理想だと思うんですよね。なのでこう何か頑張った分何かを手に入れるのであれば、運よくものすごく大きなものを手に入れるよりも、頑張った分にふさわしいものを手に入れる方がやっぱり安心して手に入れることができますし、そういったのをこう長く持つことができると思うんですよね。ただ運よく例えばちょっとの努力でこう大きなものを手に入れたとすると、やっぱりその時はプラスだから嬉しいですけれども、その後はちょっとの努力でたくさんのものが手に入らないと不満っていうのが出てきますよね。で、そうなってしまうと人生うまくいかなくなってしまうので、やっぱりバランスって大事だなって思います。ということで、今日はコインの裏、コインの表と裏の話と、あとバランスの話をしてみました。ということで、カズヤのマブです。